高気圧に覆われた今日の県内。強い日差しが照りつけて気温が上昇し、美郷町三門では最高気温が午後2時半ごろに 32.1 度まで上昇。今日、全国で一番の暑さとなりました。また、宮崎市田野町で 30.5 度、都城市や小林市、それに西米良村で 30.3 度を観測し、県内17の観測地点のうち6カ所で真夏日となりました。県内で真夏日となるのは今年初めてです。もうじっとしてても汗かきますし、でまあ動くともっと汗かいて、本当水分補給しないと。今日は暑かったね。暑かったです。水分補給がやっぱね、水飲まないかんねえってやっぱね。明日の県内は予想最高気温が美郷町三門で31度、小林市で30度などと、ところにより真夏日となる見込みで、熱中症に注意が必要です。